you, I love you. お願い、あなただけは僕の前からもう消えないで。You, I love you. お願い、いつか終わる命の最後まで一緒に笑っていよう。ババさんの将来の夢は何ですか？映画監督。ババさんが今度いつか映画撮るときには私も出してくださいね。まだ映画監督だなんて。夢見てんの？親だったらさ、子供の夢応援しろよ。夢見るのはいいですよ、いいですよ。でもね、せめてもさ30になったんだから自分の食い口は自分で稼ぎなさいよね。ねえパパ、俺は俺の世界観に合わない映画は撮らねえ。俺にしか撮れない映画を撮る。いつ？それ聞いちゃダメ。どうせ一生撮らねえんだから。どこ行くの？もう一回おまじないするんです。やめろ。んなのやめない。おまじないなんかしてねえで直接告白行きゃいいじゃねえかよ。だったら告白の見本見せてくださいよ。私今まで告白したことないんですね。大輔、お前にしか撮れない映画ってなんだ？お前が映画で言いたいことってなんだ？うるせえんだよ！パパって大学の時から一人だけ映画撮らなかったよね。なんで？撮れないってのは映画撮るの恥ずかしいでしょうね。言い過ぎ。なんか言わちゃったじゃん。うるせえ！みんなもうるせえ！何があるんだろう。
鳴らした。